せいかやっと風邪気味です。本日はサグラダファミリアに来ております。個人的に面白かったのは、空港からホテルに向かう電車の中で遠足中の小学生に話しかけられて、このドラえもんにツッコミをもらったところですかね。今日は早く寝て明日に備えたいと思います。にぎわってますね。